こんにちは、ミムーバです。日英バイリンガルのビジュアルアーティストで映像を軸に活動しています。モーショングラフィックスやイラストアニメーションを手掛けることが多いです。子供の頃はサブカルチャーがすごい好きで、ずっと絵を描いているようなタイプでした。絵の道に進もうと思ってたところ、ある日たまたま見た海外のミュージックビデオが衝撃的で、自分もグラフィカルな映像を作りたいと思ったのが今の仕事を始めたきっかけです。作品制作のベースになっているのは、先ほども申し上げた子供の頃に触れたサブカルチャーや、イギリスに住んでいた頃に見た建築物などです。インスピレーションをもらいに美術館に足を運んだり、街の風景から刺激を受けることも多いです。制作するときはコンセプトに一番時間をかけます。納得いくまでひたすら考えて考えてって感じです。その上できちんと技術力や労力を注ぐと、そのコンセプトというのが掛け算式に何倍もアウトプットが良くなります。イラストレーターで作ったデザインにアフターエフェクツでモーションを加えると、コンセプトがより伝わりやすくなります。いいモーションをつけられた時は作品に命が宿ったみたいで、とっても嬉しいです。モーションのお仕事はどんどん増えていますし、デザインとモーションをどちらもできる方っていうのはとても重宝されます。自分自身もモーションができるからという理由でイラストのお仕事をいただくこと多いですし、今の作風へとつながっています。イラストレーターを使っている方は、新たにアフターエフェクツを始めると表現の幅だけでなく仕事の幅もぐっと広がるので、ぜひ挑戦してみてください。